五作聞かせてくれ。喜んで。二桃と瀬と磯島前、墓島の族徒党を組みて対馬に害をなせり、その自分対馬の御作なる百姓物の負の亡霊の呼びたるを聞いていずれば、カバネの見事なる甲冑を作るを見入れ、麗しきに惹かれて鎧をかすめぬ。いやいやあって賊は御作の村に至れり、戦わずばある限りを奪い取られんと悟りて、御作は鎧を身につく。賊の打ちかかりてきたるに、御作恐れて手が震え、足なんと思うとき、賊の剣を鎧が弾き、御作はたじろぐこともなし。惑いたる賊は後ずさり、夜めきなどすれば、御作は不可思議にも意図静かなる心地して、御作の言うを哀れみし、物の負の亡霊の月仕事、刃を振れば手早なり、あらゆる賊を切り捨てる。その後は賊を見る者なし。後の年、御作死して裏の家々鎧をば秘蔵して錠をかけ、それぞれが鍵一つを持ちて守る。今再び対馬に害をなす者あり、百姓の曰く、御作の霊丘の神にて立ってあり、新たなる勇者のまた田畑を守らんとするを弔うと。